Thank you.
がとうございます。タイムです。さっきの大西さんのようなエモいことは言えないですが、まず、後輩に向けてなんですけど、最大3年間こう過ごしてきたんですけど、もう人見知りなので、なかなかいっぱい遊べなくて、酒が入らな、全く喋れへんような、こんな草みたいな人間でも、こう話しかけたら話してくれて、すごい嬉しかったです。で、何のアドバイスとかもできなかったんですけど、それについては、自分で後悔してる部分もあるので、この後輩の皆さんにはもっといっぱいアドバイスを、佐藤人に向けてしてほしいなと思います。で、引退なさった先輩方なんですけど、また同じこと言うんですけど、酒がないと喋れへんのに、こう、シラフの時も喋ってくれて、いっぱい伝ってくれて、すごい嬉しくて、で、アドバイスとかいっぱいしてくれて、本当に嬉しかったです。で、そんな4年間をずっと一緒に過ごしてきてくれた同期なんですけど、そのライブが終わったりしたら、今日のバランス良かったよとか、言葉バランス良かったよとか、すごい些細なことでもこういっぱい褒めてくれるような、そんな同期の皆さんが大好きでした。で、その中でもずっと一緒に遊んだりしてくれた女の同期の人たちと4年間一緒に過ごせて、人生で一番楽しい4年間でした。以上です。ありがとうございました。